皆さん、こんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は、小学校6年生、国語、読書と私の内容です。教科書193ページを開きましょう。絵本やフォトブックなど、さまざまなジャンルや種類の本が紹介されていますね。このようなジャンルや種類の本を読んだことがありますか？では、教科書190ページを開きましょう。皆さんは6年間でどのような本を読んできましたか？また、中学校入学に向けて、これからどのような読書生活を送りたいでしょうか？この単元では、これまでの読書生活を振り返り、自分にとって大切な一冊と自分との関わりを確かめましょう。次に、教科書191ページを見ましょう。これまでどんな本を読んできましたか？これまでの読書記録を振り返ってみましょう。物語や詩歌、説明文、短編や長編、フィクションやノンフィクションなど、どんな本が心に残っていますか？今まで感動したり、読んで楽しかったりした本は思い出せたでしょうか？小学生では、感動する、楽しいから読書をすることが多かったのではないでしょうか。中学生に向けて、これからは何かのテーマについて、読む、調べるという読書の仕方も多くなってきます。読書の幅が広がっていくので、自分の読書の仕方を考えてみましょう。それではノートを開きましょう。今日の学習の目当ては、自分にとっての大切な一冊はどの本か考えようです。ここで一時停止してノートに目当てを書きましょう。書き終わったら動画の続きを再生しましょう。大切な一冊とは、印象的な、思い出に残る、忘れられない一冊のことです。ノートに、心に残る大切な一冊についてまとめましょう。書き方の例です。ここでは、内田倫太郎作、僕たちは泣くを例に挙げて説明します。署名、僕たちは泣く。内容、詩集。見つけたきっかけ、図書館で見かけた。読んだ時、ところ。友達と喧嘩して落ち込んでいた時に図書館で読んだ。大切な理由、元気がない時に励まされた。読み方、何度も読んで味わう。自分の変化、読むと元気が湧いてくる。それではここで一時停止してノートに自分でまとめてみましょう。書き終わったら動画の続きを再生しましょう。では次にノートにまとめたものをもとにして、おうちの人や友達と読書生活について伝え合いましょう。自分の読書生活はどうでしたか？物語が好きなどの読書の特徴、自分が感じた読書や本の良さ、これまでやこれからどのような読書をしていきたいかについて
伝え合いましょう。友達の読書生活はどうでしょうか。どんな種類の本か、どんな時に読むのか、どんな読み方をするのかなどに気をつけて聞くようにしましょう。互いに伝え合う中で共通点や違う点を見つけることによって自分の読書生活も豊かにすることができるでしょう。ここで一時停止して気がついたことをノートに書きましょう。書き終わったら動画の続きを再生しましょう。互いに伝え合うことによって自分の読書生活も豊かになるでしょう。これからもたくさんの本と触れ合いましょう。これで今日の学習を終わりにします。